アレッサンドロ、サンドロナニーニは、イタリア出身の元会一ドライバー、実業家。モータースポーツ関係の雑誌ではほとんどナニーニ、表記だが、母国語の発音に基づき、姓をナニーニと記すこともある。イタリア北部の都市シエナで、有名な老舗菓子店、ナニーニ、の長男として生まれる。姉は、歌手のジャンナナニーニ。ナニーニは元クロスで、 モータースポーツキャリアをスタートさせた。その後シトロエンディアーネを手に入れ1978年に四輪ラリーにデビュー。フィアット・アバルトやランチアストラトスでもラリー、出場経験を持つ。1980年にフォーミュラレースに転向して、サーキットを初走行、イタリアのフォーミュラ・フィアットに参戦し、1981年にチャンピオンを獲得。 イタリア国内で徐々に名を知られるようになる。翌1982年に F3 を飛ばして、回2にステップアップ。この際に、何にを見出し、力を貸したのが、ジャンカレロ・ミナルディであった。ミナルディチームから参戦した、同年の F2 でランキング10位となる。1984年からは、ランチアワークスから声がかかり耐久レースにも参戦、開始。 同年のルマン24時間レースでは、序盤トップを回送する走りを見せた。ミナルリチームは1985年から、イ1へのステップアップを決定。ジャンカルロ・ミナルリは、ナニーニと共に、イ1にステップアップするつもりでいたが、フィザが、イ2での戦績が不十分として、ナニーニへのスーパーライセンス発行を認めなかったため、この年のナニーニの F1 行きは流れた。 ミナルディチームは代わりに、ピエル・ルイジ・マルティニと契約し、会一参戦を開始。一方のナニーニはもう一年ランチアワークスから、耐久レースに参戦し、スーパーライセンスの発給を待つこととなった。1986年ミナルディが2カーエントリーになり、AS に、ベテランのアンドレアでチェザリスを起用。ナニーニにもスーパーライセンスが発給され、会一デビューを果たす。 しかし搭載していた元売りモデルギターボエンジンの信頼性が低く、10戦連続を含む14回のリタイアを記録。第15戦メキシコ GP での14位が初の、そしてこの年唯一の完走となった。車真性能も低く、第4戦モナコ GP では予選落ちも喫している。予選成績ではチームメイトのデチェザリスに対し、 16レース中8レースで上回り互角の成績を残した。1987年翌1987年もミナルディからフル参戦するが、引き続き元売りモデルにエンジンをはじめとするマシンの信頼性の欠如に悩まされた。チームメイトの新人エイドリアン・カンポスを予選、決勝とも圧倒する成績を収め、戦闘力が低いマシンでほぼ毎回中盤グリッドを 獲得したが、感想は2度の11位を含めて3回のみという結果に終わる。結局、ミナルディでは2年間で感想を4回という戦歴だったが、その中でも実力が認められ、翌1988年から当時の4強の一角であるベネトンへと移籍することとなった。1988年ベネトン B188 をドライブするナニーに、 ベネトンの1988年用マシン B188 は非常にバランスに優れるマシンでありトップクラスのチームの中では数少ない自然吸気エンジン搭載者ながら高いコーナリング性能を示しマーチ881と並んでこの年の台風の目的存在とされたナニーには第2003割の GP で6位に入り回1での初入賞を記録その後も 第8戦、イギリス GP の3位で、初表彰台を記録したのを含め、計5度の入賞。12ポイントを上げ、ランキングは10位となった。ただし、チームメイトのティエリー・ブーツェーンと比較すると、予選成績こそ5分だったが、決勝では獲得ポイントで、ブーツェーンの27に対し12と、やや差をつけられる形となった。また、リタイ2回のブー,ーンに対し、ナニーには、リタイ7回と、 やや村の多さが見られた。ベネトンチームは合計39ポイントを獲得し、コンストラクターズ選手権は3位となり、自然吸気エンジンを使用するチームとしてはトップの成績を収めた。1989年1989年はニューマシン B189 が開幕に間に合わず、前年と同じく DFRV8 エンジン搭載の B188。 での前半戦となる中、開幕4戦中3戦で入賞と、好調な滑り出しを見せる。第7戦フランス GP でようやく、ニューエンジン、フォード HB 搭載の新車 B189 が投入され、新車特有のマイナートラブルもあり、シーズン中盤はリタイアが多くなるが、その間乾燥したレースでは全て入賞していた。第15戦日本 GP において、何位には2位でフィニッシュ。 その後、トップで、チェッカンフラッグを受けたアイルトンセナが、アランプロストとの接触後の試験不通過で失格となり、繰り上げで、念願の初優勝を遂げた。これをはじめ、4度の表彰台を含めた8度の入賞を記録し、ランキング6位でシーズンを締めくくった。予選成績でもチームメイトに対し、ジョニー・ハーバートに6戦中5戦で上回り、 エマニュエル・ピロニは10戦中9戦で上回りベネトンのエースとしての成績を残した。1990年、ヘリコプター事故1990年もベネトンに残留。新チームメイトである元ワールドチャンピオン、ネルソン・ピケが開幕から連続入賞を重ねていたのに対し、ナニーには獲得ポイントでピケの後陣を廃していた。しかし双方が完走したレースでは、 ほぼ毎回ピケの前でフィニッシュし、第9戦ドイツ GP や第10戦ハンガリー GP では優勝もちらつくレイスを展開するなど存在をアピールしていた。そんなナニーニに名門フェラーリが目をつけた。すでにベネトンとの契約延長が発表されていたナニーニを翌年のドライバーとして引き抜こうと画策。フェラーリ監督のチェーザレ・フィオリオとベネトン監督の クラビオブリア・トーレとの間では、フェラーリ遺跡の方向で話が進められ、第12戦イタリア GP 時には契約上と寸前となっていた。しかし、ナニーニが2年契約を希望したところ1年契約を提示されたことや、ウィリアムズやティレルとの獲得合戦となっていた、ジャン・アレジを第一候補としていた、フェラーリ側の態度などに、不信感を抱き交渉は決裂。月日に、 ベネトンが改めてナニーニの来季ベネトン残留を発表直後の9月18日にフェラーリからアレジ獲得の発表がされた。フェラーリとの契約破断後の9月30日第14戦スペイン GP でナニーニは3位となりこの年3度目の表彰台に上がる。しかしこのレースで1点にフィニッシュを決めた。 フェラーリゼとシャンパンファイトをすることを嫌がり、早々と表彰台から姿を消した。結果的に、このスペイン GP が、ナニーニの F1 での最後のレースとなった。続く、日本 GP 直前の10月12日、ナニーニを含む4人が登場していた、自家用ヘリコプター、エキュレー UAS350 バイトが、シエナ郊外にあるナニーニ屋の別荘敷地内で着陸に失敗し、 墜落、その際に、ヘリのローターで、右腕の肘と手首の間を切断する重傷を、追いチームを離脱した。予選成績では、ピケに対し14戦中5戦で上回った。アルファロメオ 155V6Ti をドライブする、何位に事故で、レース生命を立たれたかに思えたが、方法手術に成功し、長いリハビリを経て、レースに復帰。1九9二年日本 GP 前、 イタリアでの企画で、ステアリングのグリップ部分にスイッチを移植し、左手のみでシフトチェンジできるように改造したフェラーリカイ 92A をテストドライブしたが、この際に右手が F1 走行に耐えられないと自ら判断、イ1復帰を完全に諦めたという。その時、ずっと待っていたクリスマスプレゼントをもらった子供のような気分かな、とにこやかに話し、 気取らない交換ぶりを見せた。会一号は活動の場をツーリングカーレースに移し、アルファロメオのワークスドライバーとしてレースの最前線に戻った。1992年はイタリアツーリングカー選手権でアルファロメオ 155GTA をドライブし3位。1993年よりドイツツーリングカー選手権に参戦。右腕の負担を軽減するよう改造された特別車を カリ、ニコラ・ラリーニと元海一ドライバーコンビで活躍した。DTM 改め国際ツーリングカー選手権となった1996年シーズンは最多の年間7勝を記録したが、ランキングは3位に終わる。また、この年にはベネトン B196 のテストドライブも行っている。1997年 FIA GT 選手権への参戦を最後にレーサーを引退した。 その後は家業を継承した形で自身の名を冠した喫茶店チェーンを世界的に展開している。日本にも東京都江東区大見のメガウェブにトラットリアアレッサンドロナニーにがあった。潮止めのイタリア街地区にリストランテアレッサンドロナニーにが名古屋港イタリア村と名古屋テレピアにバールアレッサンドロナニーにがあった。静岡は店名がトラットリアパドローネナニーに、 に変更されたが、2011年8月に閉店しており日本国内での展開はすべて終了した。2011年5月、地元シエナの市長選挙に立候補するも、フランコ・チェックッの辞典に敗れた。同時に行われた市議選にも立候補しており、こちらは当選。1年半ほど市議会議員を務めた後、姿勢からは身を引いている。2015年現在、 前述の喫茶店や菓子店は運営会社に任せ、自身は一歩引いた形でコンサルティングに専念している。イタリアスーパーツーリング選手権、ドイツツーリングカー選手権、国際ツーリングカー選手権世界ツーリングカーカップ。ありがとうございます。